はい、今回もブレイブリーデフォルト2をプレイしていきます。前回カストル王子に裏切られてバーナード殺害犯の罪を着せられ牢屋に投獄されていたもののミハルちゃんの機転によりなんとか脱出したところだったね。普通に牢屋から出られるのちょっと面白いな。衛兵もどうやって出てきたんだと驚くだけだし捕まえろよな。まあアスタリスク所持者と一般人の力の差は凄まじいらしいし捕まえようとしたら魔物をけしかけられるしね。確かにポイズンルーパーとかグリズリーとかを連れ回してるやつは捕まえられないか。そんじゃカストル王子をボコボコにするために王宮に乗り込むぞ。バーナードと戦った地のままの編成だけど大丈夫かな。まあ大丈夫だろう。魔獣使いパワーでどんな相手でもなぎ倒してやるわ。頼みの綱のミノタウロスは使い切っちゃったけどまあいいか。このドアの先にいる。一応セーブしておこう。こまめなセーブはデータを救う。これでよし。おお、さっきはよくもやってくれたな。カストル。お主たち下がれ。無礼であるぞ。王子すぐに衛兵を。いやいい、狼藉者の始末くらいは僕自身がつける。しかしアンドロ、僕の言葉が聞けないのか。失礼しました。まったく、おとなしくしていればいいものを。アンドロ、下がっていろ。そして次の記録を命じる。王子は命を狙った狼藉者を返り討ちにしたとね。お前なら簡単だろ。そうすればサバロンの歴史に傷はつかない。カストル王子、何があなたを変えたのですか。以前のあなたはそのような方ではありませんでした。あなたに何がわかるのか。この砂漠で暮らしていないあなたに、俺は俺のできることを全てしてきた。この国を、民を救うために。ただどうだ、評議員たちは私腹を肥やすことしか考えず、父上は彼らの顔色をうかがうばかり。どいつもこいつも自分のことしか考えやがらねえ。そんな時だ、あいつがアスタリスクをくれたのは。これはいい。どんな代物か知らねえが、俺に力を与えてくれる。カストル王子、このベルセルクのアスタリスクの力で邪魔する奴らは全てぶっ壊してやる。水のクリスタルは誰にも渡さねえ。町に水害が起こっているだ。そんなこと知るか。水不足に比べればはるかにマシなんだよ。誰にも渡せねえ。このクリスタルは俺のものだ。カストル王子もいろいろ大変だな。しかしベルセルクとはこのアスタリスクを手にしたから短絡的になったのかな。速攻で自分にバーサクをかけてるし、普段の思考にも影響を与えるタイプのジョブなのかもね。しかしベルセルクねえ、まあバーナード戦と同じようにやれば勝てるかな。あ、この戦闘はダイジェスト気味でお送りします。全身全霊を HP 28000、氷と風と探検という意味が弱点。ふむふむ、弱点をつくのは難しくなさそうだね。エルビスがプリザナを使えて、魔獣使いは弓が得意だし。様子を見るとするか。一定、2600ダメージ。頭おかしいんじゃないの。バーサクは攻撃力アップ&自動で通常攻撃し続ける状態以上のはずだけど、攻撃力アップの倍率が来る高さなのかな。やべえよやべえよ、どうにかしなきゃ。バーサクを治せるのは万能薬だけか。あえて万能薬を敵に使う。
これで猛攻は落ち着くはず。火は俺を5回使ってぶつこうマイナス 35% にもしたしな。これで落ち着いてくれなきゃ困るぞ。攻撃力は落ち着いたけど、すごい勢いでこっちの防御力を削ってくるんですけど、やめてくれませんか。他にも水属性技や全体攻撃もあるし、バーサクしてなくても多芸だね。こういう使い方もあるのさ。お、ポイズンが一発で通った。脳筋出し状態以上に弱いかもしれん。ました。邪魔だ。ぬっぽ、また自分にバーサクかけた。やめろって。万能薬を使って直した方がいいけど、そうすると毒も直しちゃうんだよね。あ、そっか。確かすっぴん技の切り替えてこうは毒を直さずにバーサクだけ直せるよな。持ってくればよかったな。こうなりゃブリザが3連打でダメージを稼ぐぞ。水属性カウンターで反壊したのですが、魔紋はそれなりに低めっぽいけど魔法対策もバッチリだね。さて、処刑と行くか。カストル王子は強い、まだ勝てない。まあ今回は負けちゃったけど、一回戦ったおかげで対策が立てられるね。気づいたことを書き連ねよう。こんな感じかな。読みたい人は一時停止推奨。今までのボスと違って、とにかくガンガン押してくるタイプのボスだね。ちょっとでもバグデバフが切れると一瞬で殺されそう。ただ、見た感じでバフ消去とか状態異常解除とか回復技とか、そういう絡め的な技はないっぽいんだよな。ということは、毒殺をするしかあるまい。どうにかして毒にして、ひたすら耐える。今はタンクヒーラーアタッカー2人って編成だけど、タンクヒーラー3人って編成にすれば耐えるのは難しくなさそうだね。MP が持つかがちょっと心配だけど、まあ最悪エーテルを買い込めばいいしな。基本方針は決まった。次の動画までに準備を整えておきます。次回、カストル王子リベンジ編。といったところで、今回はこの辺りで。お疲れした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。